皆さんこんばんは、大です。ここはですね、JR 金沢駅の鼓門前なんですが、今回は富山から先の北陸新幹線上り最終列車、金沢発長野行き白鷹590号に乗ってきたという動画でお届けしてまいります。北陸新幹線上りの長野行き白鷹号っていうのは、平日早朝に上越妙高発の列車が1本と、毎日深夜に金沢発の列車が1本運行されています。で、今回乗車する金沢発長野行き白鷹590号は、金沢から黒部宇奈月温泉伊東への最終列車となっています。今回は北陸新幹線上り長野行き最終の白鷹590号に乗っていきます。ということで、 JR 金沢駅の新幹線改札口にやってまいりました。今回使う切符はですね、こちらの大阪市内から酒田までの乗車券と、金沢から長野までの白鷹590号指定席特急券ですね。で、乗車券が120ミリ券のため自動改札を通ることができないので、有人改札にこれらの切符を見せて改札入場していきましょう。すいません、この切符で改札入りたいんですけど。はい、じゃあ降りる時も係員の通路をご利用ください。はい、はい、すいません、ありがとうございます。今回乗車する長野行き最終の白鷹590号は、12番乗り場から21時35分発ということで、12番乗り場の方に移動しましょう。さて、金沢駅の新幹線上りホーム11、12番乗り場やってまいりました。12番乗り場見てみるとですね、まだ今回乗車する21時35分発長野行き最終の白鷹590号は来てないんですよね。この後21時19分に回送列車として入線してくるそうなので、列車来るまで少し待ちましょう。ということで、12番乗り場には21時35分発北陸新幹線上り長野行き最終の白鷹590号がやってきましたね。こちら JR 西日本の W7 系です。それでは8号車指定席車両乗車口より、長野行き最終の白鷹590号乗車していきましょう。車内はこんな感じですね。進行方向左側が3列シート、進行方向右側が2列シートとなっています。で、今回座る座席は2番 E 席ということで、2番 E 席は8号車前寄りの荷物棚の後ろ、ここですね。本日も
ということで富山までやってまいりました。ここから先終点長野までの区間はこの芥川590号が最終列車となります。芥川590号長野行き富山駅を発車しましたね。先ほど富山駅でもお話しした通り、ここから先この芥川590号が終点長野までの最終列車となります。ということで糸魚川までやってまいりました。この糸魚川駅の上りホームからはですね、日中であれば日本海が見ることができるんですが、残念ながら深夜帯ではね、日本海を見ることができません。北陸新幹線っていうのはトンネルがかなり多い路線なんですよね。トンネルが多いと気になってくるのは携帯電話やスマートフォン、パソコンなどの電波ですよね。しかし問題ありません。トンネル内でもこのように電波は普通に届いており、 YouTube もねそのまま見ることができます。ということで列車は JR 西日本と JR 東日本の境界駅上越妙高までやってまいりました。乗務員は基本的に長野で乗務員交代を行うということで、このまま終点長野まで JR 西日本の乗務員さんが乗務します。ということで列車は上越妙高駅を発車して JR 東日本管内の北陸新幹線に入っていくわけなんですが、この上越妙高駅自体 JR 東日本の管轄なんですよね。まもなく終点長野です。忘れ物のないようお支度ください。本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。南海のご案内をいたします。信濃鉄道線八代方面最終上田行き23時37分3番乗り場、ということで金沢を出てから1時間27分列車は終点長野までやってまいりました。乗ってきた電車はですね、回送列車となります。富山から先北陸新幹線上りの最終列車、金沢発長野行き白鷹590号に乗ってきた動画いかがだったでしょうか。金沢21時35分発、長野23時2分着と深夜帯を走る列車のためなかなか乗りづらい列車ではありますが、興味がある方はね、ぜひ
金沢発長野行き最終の白鷹590号乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はこれおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。